小学5年の頃、隣のクラスに関西から転校生 S 君が来た。ある時昼休みに体育館の片隅で S 君がクラスの野球部数名に小突かれたりしていじめられているのを発見した。俺は当時体が学年で一番でかく空手もやっていたので、お前ら何やってんだやめろバカ野郎みたく割って入った。野球部の連中は遊んでるだけだよ邪魔すんなよと言ったが、なんだか無性にムカついて蹴りを食らわせてやった。すると野球部の連中は S 君を置いて逃げていった。そんで S 君とちょっとだけ会話をしてその時は終わった。数週間後、帰宅時にうちの近所で S 君とばったり会った。こないだはありがとう、俺転校してきてからと転校してきてからとにかくいじめられてんねんけど、この間助けてくれたおかげであれからはただ無視されるだけになってん。俺としてはそっちの方がええからほんま助かった。うちのマンションすぐそこやから寄ってってやみたいなことを言われてマンションへ上げてもらった。上がるとお母さんが、あんた友達できたのよかったわなんて喜んで俺にいろいろ話しかけてきた。結局それがきっかけでお互いの家を行き来するようになり、よく遊ぶようになった。6年になっても変わらなかった。釣りを教わったりチャリで遠出したり楽しかった。6年の夏休み少し前に S 君からまた転校するんやけどと言われた。お父さんが金融の仕事してるんで転勤が多いらしい。がっくりしたけど夏休みに最後また釣りに行くことに決めた。釣りの日の数日前、 S 君が晩飯時に突然我が家に来た。実は釣りの日に離れることになってしまって、だから挨拶に来たんよ。釣り行けなくてごめんなと。わざわざプレゼントまで持ってきてくれた。会うのはそれが最後になってしまった。釣りはちゃんと準備してたから当日は俺一人で遠出して行った。でも一人でやっててもなんだかつまらなくて、今頃新幹線乗ってるのかなんて考えてた。腹減ってきて持参のおにぎり食べてる時にふと気がつくと横におじさんがしゃがんでいる。目が合うと、ほんまありがとなと言われた、ボソッと。俺はもちろん誰だこの人と思って躊躇した。次の瞬間に強い日差しがパーッと正面から来たので、俺は手で顔を覆った。ふと目を戻すとおじさんはいなかった。見渡してもおじさんはいなかった。誰もいなかった。走ってその辺を見たんだけど、俺しかいなかった。家に帰ってこのことを話すと父に、一人で釣りなんか行くからだ、変なやつ多いんだよ最近とか言われて一人釣り禁止になってしまった。それまでは S 君としか釣りには行っていなかったので、以降釣りは一切やらなくなってしまった。ただとても不思議な時間帯に感じたので、わずか数秒だけどそのおっさんの顔はちゃんと覚えていた。それから20年後、去年のこと、某サイトで会員制の同窓会サイトがあることを初めて知った。登録してみたら S 君が1年ほどしかいなかったけど僕のことを覚えている方いらっしゃいますかみたいな感じで堂々と掲載していた。驚いた。それで俺からコンタクト取ってみるとすんなり返信が来た。お互いにとても喜び、たまにメールでやり取りするようになった。 S 君自分で会社を立ち上げ頑張っているそうで何より。ある日うちの地元のお祭りがあり写真を撮った。それを S 君にメール添付で送ってあげた。俺は母と同行したもんで祭りをバックで2人を撮った写真。数日後 S 君から返信が来た。写真添付あり。妻子とだいぶハゲ上がった S 君、相変わらずメガネ。文章には、しばちゃん、かっこ俺はまだ若いね、羨ましい。俺は遺伝が早くも来ました、若ハゲです。驚きでしょう。苦労も多いのでこれからどんどん進行するでしょうと。俺はいやー来てるねなんて思って笑いながら見てたんだけど、あのおっさんに似てると思った。あのおっさんもメガネだった。それで何とも言えない気持ちになり、 S 君に当時のことをメールした。どういう返事が来るかと待っていたんだけど、ちゃんと来た。最後釣りに行けなかったのは覚えています。
あれからうちの父が出世して転勤がなくなったので、あれが最後の転校だったからちゃんと覚えている。離れる時に新幹線の中で泣きっぱなしでした。しばちゃんが見たおっさんは何だろうね。会社を立ち上げる時に著名な人に相談したんです。霊視もできる人だそうで、企業支援者に誘われて行ってみたら、あなたのことをあなたにそっくりなひいおじいさんが日々守ってくれています。生まれた時からです。だから墓参りなどはちゃんとしてあげてくださいみたいなことを言われたんだけど、そのひいじいさんかな。しばちゃんは俺のことを守ってくれたから感謝したのかもね。ちなみに小さい頃に風呂場でそれらしき人を俺が見たことがあるらしく、俺は覚えていない。うちで話題になったって聞いたと。そんなこんなで俺が川で会ったのは多分そのひいおじいさんかとは思うんだけど、霊体は水がある付近でよく出るというのを聞くけど、そういうことなんでしょうか。